吉田てるみのやる気まんまんは、文化放送で1987年4月6日から2007年3月30日まで20年間で、放送された平日午後のラジオワイド番組、通称、やるまん。文化放送の平日対昼、ワイド番組はダイナミックレーダー歌謡曲で移行。終了の1978年以降、聴取率が低迷していた。これを打開するため、 夜ワイド、吉田てるみの夜はこれからてるてるワイド、吉田てるみのてるてるワイド、新たてるてる、ワイド吉田てるみの、ふ、かやなで人気を博した、同局元アナウンサーの吉田てるみをメインパーソナリティに起用し、1987年4月から新たな昼ワイド番組をスタートさせたのが、本番組である。スタッフ内では、当初、アキラちゃんからテラシちゃんへ、を目標としていたという。 吉田の相手役には同局アナウンサーであり、吉田の一年後輩にあたる小又雅子を起用。二人は同じつぼれのアナウンサー同士とはいえ、お互いに番組で共演した経験はほとんどなかったが、両者の歯に衣着せない独自の掛け合いが次第に定着した。小股の度重なる土地利屋出現がクローズアップされ、それに対して吉田が、小股ああ、お前ようを、バカ。 とうとう漫才のごとく、突っ込み、罵倒するのが、典型的な展開ではあったが、話の流れによっては、尾またが吉田に攻撃、揶揄する場面も少なくなかった。吉田とプロデューサーの中根義雄の考えが一致したこともあって、AM ラジオの昼ワイド番組で従来、主流だった年長者向けの雰囲気とは一線を画し、深夜放送のノリで、ふざけた企画を行う、番組。 白昼の深夜、トークといった形で夜の若者向け番組のような内容、特色を昼の時間帯に持ち込んだことで20代、30代の男女から強い支持を獲得。それまでの昼間の AM ラジオ番組には見られなかった若年層をリスナーに取り込んだ。それまでのラジオ昼ワイドのスタイルはゆったりしたトークに適度な H ネタ番組内で書ける曲は演歌、または 歌謡曲といった感じだったが、この番組はそのいずれも否定していた。番組の人気は緩やかに上昇し、1992年10月からは16時までの3時間枠に拡大された。吉田枠、この1992年10月頃が番組存続の危機の時だったとのことだが、この頃に開催した武蔵の村で9000人の大観衆を集めての公開生放送をきっかけに、 番組は躍進していったと話している。この翌年1993年には同時間体調手率1位を初めて獲得した。これ以後は昼の王者、お化け番組とも腐されるようになり、長手率では放送終了までに V55 を数えた。このような長寿番組でありながら、パーソナリティのコンビが途中一度の交代もなく、全曜日通して同じだった例は、 ラジオの帯オワイド番組の中でも稀である。新宿区四ツ谷にあった文化放送旧社屋。やる万二十年のうち大半はここから放送された。終了時のものを基本に記す午後二時の興味津々金曜日のやる万金曜バラエティは毎週異なる内容で単発企画やシリーズ化した定番企画を放送していた。 以下に、主なシリーズ企画を挙げる。概要で述べたもの以外を記載する以下の記述の、日付は、すべて2007年多多数月間ラジオパラダイス1988年8月号、P111 ハット ABCDE3 歳、ムックボリューム144、ラジパラ P116 から117ハット a b 吉田、テルミ、チョ、ラジオマン142から143ページ、テルテル、 ワイド時代の、チクラ真理の地球は丸いように近い企画であった。テルテル、ワイドの、アイラブシティに、近く、後に同じ文化放送で放送された夜ワイド、斉藤和美のトンカツワイドや、古本新之助茶、パラスカウーにも影響を与えた。面白、カルチャーショックの放送時は2年ごとに生徒が、交代していた。親父大学のコーナーも吉田が、 教授役に奮し、冒頭の挨拶も引き継がれているが、生徒役は尾又雅子から伊藤志郎に変わり、伊藤の地声となっている。月刊ラジオパラダイス1987年12月号本番組の記事より、吉田てるみ著、ラジオマン145から146ページ、月刊ラジオパラダイス1988年1月号。 ラジパラタイムス74ページ、吉田てるみ、著、ラジオマン153から154ページ、月刊ラジオパラダイス1989年5月号68ページ、吉田てるみ、著、ラジオマン145ページ、吉田てるみ、著、ラジオマン157ページ、ABCD 吉田てるみ、著、ラジオマン146から147ページ、魂ラジブログ、3月14日、 東京タワー僕とラジオと時々おかんだ1話後編。日本放送福山雅春のオールナイト日本サタデースペシャル魂のラジオ番組オフィシャルサイト。2015年7月21日閲覧。AB 吉田てるみ著ラジオマン148から153ページ。ありがとうございます。